調も大丈夫です。元気が一番。元気。よし、なかなかねできなかったのでショールームが。みおちね、この前ね遭遇しました、梅田で。びっくりした。友達と遊んでたんですけど遭遇して、えってなって、絶対みおちやんみたいな人がいて、みおちって毎日 LINE してます。みおちとハートの絵文字とか送り合ってますね、無駄に。超楽しい。会いたいよー、みおち、こんにちは。あ、そうだ、まだ告知してないんですけど、あのクリスマスパーティーっていうねトークイベントに出演させていただくので、25日クリスマスの日です。クリスマスの日、ぜひ皆さん劇場に来てください。でもクリスマスは皆さん忙しいですかね。でも来てください。来てくれたら嬉しいです。体調大丈夫です、ありがとうございます。ごめんなさい皆さん、せっかくね行くねとか言ってくださってたんですけど、選ばれたね。ねえ、そうなんですよ、クリスマスパーティーに出演させていただきます。何するのかな、ワクワク。うん、のぼうさん、タコありがとうございます。瀬戸さん、とうとうありがとうございます。え、もう今日ほんと寒いですよね。だからもうニットを着てます。私は今まだ全然着替えてないからやばいです。どうしよう、間に合うかな。そう、ちょっとくしゃるでしょ。大丈夫だった。カルちゃんさん、レインボースターありがとうございます。こんにちは。今日はほのちゃんの生誕祭です。生誕祭、生誕祭。さっきねクッキーいただきました。え、そう、外めっちゃ寒くて、なんかもう極寒、極寒でした。なんかコートとかを最近毎日着てるんですけど、そう、26、2回公演ってさっき知ったんですよ。みんな2回なんだって。お外めっちゃ寒いですよね。え、大阪も雪降ってるんですか。そう、大阪って雪降るんだ、すごい。めっちゃ寒い。教授さん、小判ありがとうございます。もうそろそろ吹雪になりそうなぐらい寒い。今年はね白のコートを2着あるので、3着あるので白のコートをたくさん着たいと思います。やばい、めっちゃなんかもうくしゃみとあくびが止まらないんですよ、眠くないのに。昨日猫カフェ行ったんです。猫カフェ行ったんです。猫アレルギーなのにね猫カフェ行ったんですけど、全然反応しなかったです。うわーとかならなかったです。そうや、雪乃ちゃんがねもう温めてくれるんで、雪が降ってもそう、猫カフェは？あってなんだ。そう、猫カフェ、猫アレルギーで行ったんですけど、治ったのかなアレルギー。そう、なんかちっちゃい時アレルギーで、ちっちゃい時とか小学生ぐらいの時で、それからでも猫アレルギーだから猫触ってなかったんですよ。触ったら痒くなっちゃうし、
じんましんとか出ちゃうんで。でもやっぱり猫すっごい好きなんで、猫行ってみたいなと思って、マスクもしてるし今、意外と大丈夫かもしれへんと思って行ったら、全然ね、まあ、ちょっと鼻痒くなったんですけど、そうなんか全然あのうわーってならなくて、治ったんかなって思ってましたから、猫飼える日も近づいてきてるかもしれない。でもやっぱり飼うって決めるとなると、そんな半端な気持ちでは飼えないじゃないですか。だから触って粘膜触ったら確かに痒くなっちゃうかもしれない。確かにね、空気循環めっちゃ良かったです。なんかもう綺麗なお店でした。なんかあの狭い空間に猫みたいなとこじゃなくて、猫猫猫猫猫くらいでした。猫カフェ、サボーさん、何やこれ、アヒル、ありがとうございます。アヒルボート、猫飼えたら名前何にしたい、なんだろう、サイベルちゃん、妄想ガールフレンドの猫、あれも猫ですね。綺麗にしてたら、そう、昨日可愛かった猫ちゃんの名前はリサちゃんでした。面白い。犬アレルギーでも犬飼えるんですね。サイベルちゃん、サイベルちゃん、女の子がいいですね。猫ちゃん女の子好きなんで、サイベルちゃん、なんとかちゃんって呼びたいから女の子がいいです。こんにちは。猫はね、友達と行きましたね、猫カフェは。ティンカーベルっぽいですか、サイベルちゃん。サイベルちゃんはなんかサイベリアンっていう猫の種類があるんですよ。それでサイベルちゃんです。その種類の猫を飼いたいのでサイベルちゃんです。でももっと他の理由があって分かる方いるかもしれないんですけど、寄宿学校のジリエットっていう漫画がね大好きなんですよ。そこに出てくるサイベルちゃんっていうキャラクターが好きなのでサイベルちゃんです。それが、そのサイベルちゃんがサイベリアンっていう猫から来てるんですよ多分。そう、女の子。クリスマスパーティーメンバーおめでとう。ありがとうございます。めっちゃ楽しみ、嬉しいです。あれって毎年やってるんですか。漫画やと思った、そうだと思った、そういうことかね。猫とは猫彦、猫像、渋いですね。サイベルちゃんかなって思って、好きなキャラクターなんで。でもね、その昨日のリサちゃんっていう猫ちゃんもサイベリアンっていう種類でした。なんかこう毛長くて、毛長い感じ、初めてじゃないかなね。そうなんだ。飼う気満々。何時まで配信できるんやろ。16分ぐらいかな多分。15分経ったなって思ったら、わあいいな、猫飼いたいな、どうしよう、飼いたすぎる。もう昨日でも猫カフェに行っちゃったんで、余計飼いたくなっちゃいました。我慢してたんですけど、鼻、45分のラップ、全然ですよ、半ぐらい、5時半ぐらいか。
45分オールアップやったら絶対間に合わないんですね。公演できなくなっちゃう。アレルギーあるのに行ったんですよね。ちいこちゃんかわいい、ありがとうございます。猫はね、でも弟がアレルギーなんですよね。だから実家では飼えなくて、一人暮らししないと飼えないんです猫は。弟はね私よりひどかったんで、多分治ってるとかないと思います。でもなんか調べたんですけど、あのお父さんとお母さんが猫アレルギーだったら子供は 70% 猫アレルギーらしいんですよ。でもお父さんとお母さんがアレルギーも全く持ってなかったら子供は 10%? 10% かなんかの確率で猫アレルギーになるらしいんですけど、お父さんとお母さんアレルギーじゃないんですよ。だから私と弟はその 10% に入っちゃったんですよ。そう、アレルギーは遺伝するらしくて、お父さんとお母さんアレルギーじゃないんです。なのに私も弟もアレルギーで、そうめっちゃ悔しい、めっちゃ悔しいんですよ。すごい確率そうなんですよ。犬はアレルギーじゃないんです、猫だけアレルギー。子供2人もアレルギー 1% なんですか。そう、やばすぎる。え、そう、なんかもう飼いたすぎて猫、アレルギーのことめっちゃ調べてたんですよ。アレルギーでも飼ってる人いるとか。そしたらダメでした。おばあちゃんとかがアレルギーなんですかね。でも聞いたことないんですけど、おばあちゃんめっちゃ猫嫌いなんですよなんかすごいお家のなんかお花とか荒らされるらしくて猫ちゃんに。だから猫柄 T シャツが猫柄だったりしたら、まあこれ猫だわみたいな、これ猫だわみたいな感じでもう着ないらしいです。どうしようそう、おばあちゃん、でもおばあちゃんは多分アレルギーじゃなくて普通に嫌いなだけだと思います猫が。そうなんです、若菜さん猫アレルギーで。そう、若菜さんもね猫アレルギーでも飼ってるって言って、だからもう若菜さん希望ですね私の猫アレルギーでも飼えるっていう。そう、お家を掃除するとかね、確かに。ちょっとそろそろランキングもかな。15分経ってないですよね。経ってないのかな。どうなんだ。そろそろでもやばいですね。クリスマスパーティーめっちゃ楽しみ。何するんだろう、ワクワク、嬉しいです。ありがとうございました。もうちょい、もうちょい、ナングラ、ナングラ忘れた、忘れた、ナングラ。よし、ランキング、え、着替えてない、どうしよう、やばい、あと10分しかない、着替えれるかな。イケホンヌの生誕祭頑張ります。13位ピカちゃんさんありがとうございます。12位ココナッツさんありがとうございます。11位ねねねたけまるさんありがとうございます。10位まるくんさんありがとうございます。まるくんさん。9位中犬さんありがとうございます。8位ゆうさんありがとうございます。7位しろちゃんありがとうございます。6位やまもんさんありがとうございます。5位極楽さんありがとうございます。4位かるちゃんさんありがとうございます。3位さとしさんありがとうございます。ありがとうございました。
に野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。ありがとうございました。1位はのぼうさんです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃゲリラだったんですけどね。ありがとうございました。ほのちゃんの生誕祭頑張ります。ありがとうございました。バイバイ。クリスマス、また来てくださいね。